里資料館は山形県南陽市にある資料館である。南陽市の西部に位置、ゆうずるの里資料館のほか、ゆうずるの里語り部の館も存在する。この資料館も位置する、漆山地区を流れる、食器川の傍らには、民は、鶴の恩返しを、解散演技として伝承している鶴の山鎮蔵寺があり、う山地区には、鶴巻蓮や羽付といった、 鶴の恩返しを思い起こさせる地名も残っており、明治時代には静止の街としても栄えていた。鶴の恩返しをはじめとする多くの民話をこれからも伝えていくことを目的に建てられた施設である。資料館の建物は、養蚕で使われていた3階建ての眉蔵を利用して作られたものである。資料館では、鶴の恩返しのマルチスライドや静止に関する展示、木下順次の儀曲、 ゆうずるに関する資料を常時展示している。ゆうずるの里語り部の館では2000年より自主事業で語り部養成講座を開講している。ゆうずるの里、アクセス、営業時間、料金情報。ジャランネット。2019年3月29日閲覧。ゆうずるの里、山形県南陽市。2019年3月29日閲覧。AB、 ゆうずるの里資料館、語り部の館、最上川電子大辞典、2019年3月29日閲覧、南陽市、ゆうずるの里、語り部養成講座、2019年3月29日閲覧、ありがとうございます。